うわぁ、すごい大発見だったのね。何見てるんだ霊夢。あ、マリサ。今、奈良市の富雄丸山古墳に関する動画を見てたんだけど、近年稀に見る大発見だったのよね。そうだな。富雄丸山古墳は直径109メートルの円墳で、円墳では日本最大級の古墳だぜ。そして令和5年には長さ2メートル37センチの国内最大の蛇行剣や大竜門盾型銅鏡が出土し、これまでに類を見ない歴史的な大発見となったぜ。やっぱり奈良にはすごい古墳がいっぱいあるのねー。今回の富雄丸山古墳の成果は別格だが、伊賀でも近年古墳の発掘調査が行われていて、令和6年3月に発掘調査報告書が刊行されたんだぜ。伊賀でも最近、古墳の発掘調査が行われてたのね。それじゃあ今回は、伊賀市中村にある石谷1号墳について解説していくぜ。石谷1号墳は伊賀市中村の集落東側斜面にある古墳で、三重県が砂防ダムの建設を計画したため、令和3年度に三重県埋蔵文化財センターにより発掘調査が行われたぜ。周りには他にもいっぱい古墳があるみたいだけど、石谷1号墳は古墳群の中にあり、周囲には合計25基の古墳が確認されている。25基もあるのね。でも、古墳って大きな鍵穴の形をしたもののイメージだけど、いっぱい密集してることもあるのね。霊夢がイメージしているのは前方後円墳という名前の古墳だぜ。この地域でも古墳時代前期、4世紀の荒木車塚古墳や、寺ガイト古墳、古墳時代中期、5世紀の慈恩寺古墳が知られている。しかし、古墳時代後期6世紀になると、成塚古墳を最後に前方後円墳は作られなくなり、代わりに小規模な円墳が密集する群衆墳が作られるようになるぜ。今回、発掘調査が行われた石谷1号墳もそうした群衆墳の一つってことね。発掘調査に先立ち地形測量が行われ、石谷1号墳が直径14メートルの円墳であることが分かった。大きな石垣層からも確認できたことから、埋葬施設は横穴式石室と言われる石を積み重ねて作ったものだと想定された。さらに、墳丘の一部は洞窟されたと見られる穴が開いてたぜ。崩落した石室の天井石は吊り上げて慎重に撤去したぜ。土や巨石を丁寧に撤去していくと、想定通り横穴式石室が姿を現したぜ。全長約9メートル、高さ約3メートルだった。直径14メートルで石室の全長も9メートルだとするとそんなに大きな古墳じゃないわね。石室の中には明確な棺は確認されたかったが、石室の中央に排水用の溝と考えられる石裂が確認されたぜ。この構造は石谷古墳群の近くにある辻堂古墳の石室と共通する特徴だぜ。さて、この古墳には洞窟口があったことから、埋葬品はすでに抜き取られていると予想されていたが、幸運なことに多くの副葬品がそのままの状態で残されていたぜ。最も多く出土したのは末期だ。月や高月などの食器類が最も多く、他に兵や長稽古などの容器も出土した。これらの末期の特徴から、埋葬された時期が6世紀末から7世紀半ばと分かったぜ。末期は研究が進んでいるから年代を特定するのに、便利な遺物よね。他には何が出土したの？金属製の武器も出土している。鉄塔が3点、刀装具が5点、刀子が1点、鉄属が4点だ。おお、鉄の刀も出土しているのね。中でも最もサイズが大きかったのは、残存長さが70センチを超える大刀だ。古墳時代のものでもしっかりと残ってるのね。他にも、鏡用や渦などの馬具も出土している。これらの馬具は鉄地金に鈴をメッキしてあることが科学分析の結果明らかになったぜ。手の込んだ作りをしていたのね。また装身具では、胴に銀板を巻いてその上にと金した時間、イヤリングや、土製の丸玉、ビーズが出土している。結構いろんな副葬品が出土しているのね。他の古墳と比較して、特別高価なものというわけではないが、洞窟を免れた遺物が石室内から出土したのは幸運なことだと思うぜ。今回の発掘調査の結果、この古墳は6世紀末から7世紀初めに一度目の埋葬が行われて、その後、少なくとも1回は追葬されたことが分かった。同じ古墳をもう一度使ったってことね。ああ、横穴式石室は複数回にわたり埋葬されることがあるぜ。一緒に葬られたのは、夫婦や親子だったのかしら？今回の調査結果では、被葬者の関係性まではわからなかったようだ。じゃあ、この古墳は地域の有力者のお墓だったのかしら？古墳の規模や出土した遺物が卓越したものではないことから、伊賀地域を代表するような有力者のお墓ではないと考えられるぜ。あくまで、この地域の村長のような人の墓だったってことね。なんか、少し残念だわ。もっと歴史を覆すような大発見を期待していたのに。そんなに落ち込む必要はないぜ。古墳時代の研究は富雄丸山古墳のような、巨大で豪華な副葬品を持つものだけではなく、
各地にある小規模な古墳の発掘調査成果の積み重ねでできてるぜ。石谷1号墳の発掘調査も今後の伊賀地域の古墳時代を考える上で、貴重な資料を提供してくれたと言えるぜ。そっか、今回の発掘調査成果も、今後の伊賀地域の古墳時代研究にとっては貴重な資料を提供してくれたのね。伊賀地域の古墳時代の研究が進むのが楽しみね。それじゃあ、今回の解説はここまでにするぜ。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。X もやってるので、フォローよろしくだぜ。それじゃあ、また見てだーこ。